次回のアキバメイド戦争は。ラゴミです。てっぺんからの景色、みんなにも見せてあげたかったな。見下ろした秋葉の街に生きる十人十色のトレンディードラマ、それはただの素敵な恋でした。第10話、メイド真珠、電気街を濡らす涙雨。蘭子さん、唇乾いてますよ。